オルビアイコール天ン県は、イタリア共和国サルデーニャ自治州に属する県の一つ。オルビアとテンピオパウザーニャが共に県とされている。サルデーニャ東西北部に位置し、歴史的にガルーラと呼ばれてきた地方とほぼ重なる。高級リゾート地として知られるコスタスメラルダなどの沿岸リゾート地を要する。2016年9月現在、サルデーニャ州では、 研究行政区画等配合のプロセスが進められており、地方自治上は過渡期にある。2016年、オルビアイコール天肥県はサッサリ県に編入された。標準イタリア語以外の言語では以下のように呼ばれる。オルビアイコール天肥県外略ズサルデーニャ島の北東部に位置し、大胸ひし形の形状をした県である。北海岸はボニファシオ海峡を挟んで、 フランス領のコルシカ島に面している。県域北部には、マッタレーナ諸島がある。県との一つ、オルビアは、東海岸の中央部に位置し、さっさりの東北島約 82km、アジャクシオの東南島約 128km、州とカリアリの北約 192km、州都ローマの南南西、約 270km に位置する。隣接する県は、以下の通り。 県域一帯は、ガルーラ地方とも呼ばれる。ポルトチェルボを中心に、アルザケーナ湾から、クニャーニャ湾にかけての、約10キロメートルの海岸は、コスタスメラルダと呼ばれる高級リゾート地である。中世には10から13世紀にかけて、ジュディカーティの一つであった、ガルーラ国が、オルビアに首都を置き、ガルーラ地方をはじめとする、サルデーニャ北西部地域を統治していた。 1960年代以降、コスタ・スメラルダが、アーガー・ハーン4世の投資により、高級リゾート地として開発された。2005年、サルデーニャ自治州の行政区画再編に伴い、オルビアイコール天付県が発足した。2001年の自治州法により、サッサリ県東部の24コムーネとヌゴーロ、県北東部の2コムーネを分割して新たに県を創設することが決定され、 2005年5月の選挙で初代県知事が決まったことで自治体としての活動を本格的に開始している。オルビアイコール天日県には26のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。島の南北を貫くトレニタリアの鉄道幹線が走っており。 カリアリア、さっさりと結ばれている。このカサルデーニャ鉄道の季節観光路線、トレニーノベルデがさっさりとパラーを結んで走っている。オルビア港フェリーの発着する主要港湾として一家がある。イタリアの格安航空会社大手メディディアーナフライはオルビア空港に本拠を置く。黄色がガルーラ語の話される地域圏域の大部分で、イタリア語以外にガルーラ語。 方言が話されているサルゲーニャ島北端部では、サルゲーニャ語よりもコルシカ語の影響を強く受けた言葉が話されており、ガルーラ語もサッサリ語同様、その一つである。これらの言語編集をサルゲーニャ語の影響を受けたコルシカ語の方言と分類することもある。ラ・マッタ・レーナでは、ガルーラ語の方言が話されている。オスキリア・ベルキッタ、パドルなど、県域の西南部では、 サルデーニャ語ログドール方言が話される。また、ガルーラ語話者の多い地域の中でも、ルーラス周辺とオルビア周辺では、サルデーニャ語話者が多い。ありがとうございます。